あのとっておきの珍しい本を持ち寄るという。普通になんかプレミアつくんじゃないですかこれ。シャバの空気が分かんない感じにな、はい、の動画になるかもしれないんですけど、はいはい、今僕今すごいの見つけちゃったんですけど、はい、これ見てください。これ気象気象本だな。はい、ごきげんよう、ゆる電脳史学の角野です。ごきげんよう、ゆる土木計画学徒の竹田です。はい、このコーナーですね、各学徒があのとっておきの珍しい本を持ち寄るというコーナーと聞いてます。はい、で昨日がねちょっとゆる学徒リベンジでちょっと荷物が多くなるんであんまり重たい本持ってこれなかったんですけど、わかりますかね、このなんか初代 MacBook Air の公開みたいな、うん、パロディでこういきますけども、あの有名な、そうなんですよね、見てください薄いじゃないですかっていう話ですけども、はい、これはね、うん、あのねマイコンの昔の雑誌なんですよね。マイコンの時代ですか。これね知ってる人は多分 3,40 代の方はひょっとしてご存知かもしれないですけど、マイコンベーシックマガジン、あの略してベーマガっていう雑誌が結構長いことあったんですけど、それがねいつだったかな、できたのがこれは昭和で書いてますね、昭和57年2月1日号って書いてるんですけど、ざっくり今から 4,50 年前ですかね。ちょっと待ってください、僕の年齢から逆算するとそうですね40年以上前かな。うん、でその雑誌が創刊する前にラジオの制作っていう、そのなんだろう、電子工作の雑誌があって、その別冊付録でたまについてたんですよ。でまあ試験的にやって、それが人気になったので実際創刊したんですけども、そのマイコンベーシックマガジンっていうのが生まれる前の卵の段階ですねの雑誌です。ラジオの付録ってことはどっちかって言ったらハード系なんか。そうですね、昔マイコンやる人っていうのは本当にその自分で好きで、例えば、あの IC とか LSI を組んで作ったりとかっていう、そういうハード工作寄りの人が多かったんですね。あ、なるほど。だから実際その今でいう情報系ってソフトだけやる人っていうのは当時はあまりいなくてですね、だから当時のマイコンもあの電子工作キットとして売ってて、それを自分で組み立てる人が多かったんですね、はい、でこれがいろんな広告があってですね、あのこれ僕がいつだったかな、文字コードの回かで、はいはい、その MZ80 というマイコンがね出てるんですけど、価格見てみましょうかね、はい、これ見ると148,000円、性能的には、あでもこれはねまだマシですね、 32KB RAM あの 32KB あのギガの1000分の1の1000分の1が、キロですね。いや僕ギリギリ20代なんですけど、はいはい、あのキロバイトですか。キロバイトですね、あのここにあのメディアは当然のようにカセットテープなんで、あカセットテープでね、あの当時の速度で記録できるとなるとやっぱりキロバイト、うんうん、キロバイトのやつでもねこれ下手すると大きいソフトだと 4、5分ぐらいかかったかな、読み込むのに。あもう そういう時代の、そういう時代ですね。あのねちなみにその今のように電源入れたらその何ですかね、自動的に OS がセットアップするとかじゃなくて、何もない状態でカセットテープを読み込むコマンドを入れて、そこでまずベーシックのテープがあって、それを読み込んで、そこから自分がベーシックで作ったソフトをもう一回読み込むっていうね、まあなかなか手間のかかる、あれなんかすごい脱線しちゃったぞ。ねそうなんですよ、これはどういうものかというと、ここにちょっとねあのインベーダーゲームみたいな画面とかゲームの画面があるんですけど、要するにまあ、読者が、寄稿というんですかね、自分の作ったプログラムを送って採用されたらこれに乗るっていう手があって、はい、だいたいゲームが多くて、で当時のそのキッズはですねこれを見ながら中を見るとね、どっかあるかな、はい、ちょっと後でねあのカメラで別に映しますけど、こういうふうにプログラムのコードがベーシックで書いてるんですよ、で乗ってて、それをこれを見ながらねなんと手打ちするんですよね。手打ち、ああ、そうか、なるほど。そうで僕はねあの20代の半ば、22、3歳ぐらいまでタッチタイピングができなくてですね、はい、どういうことかというと、これを本を置くじゃないですか、はい、もっと分厚い本なんですけど本当はね、でこうやって押さえてページが動かないように押さえながら、ここにパソコンがあると、ここでねキーを打つんですよ。で当然あの僕は片手打ちになるんですよね、はい、でこっち側このブックマークなんですよ、これあのどこまで読んだかっていうポイントをこう指でなぞってこうひたすら押す。なるほど。だから当時僕はね片手打ちがめちゃめちゃ早かったという時期があります。あなるほど、あの時代を感じますね。そうなんですよね。でこういうのを見ると、まあ、これはねあのまだ別冊なんで少ないんですけど、実際の本あの創刊した後だと結構広告がねいっぱい載ってて、それも結構面白いんですよね、はい、当時のあのなんだろう性能というか、はい、でもうちょっと後だとあのタモリさんがねあの富士通のパソコンの広告やってたりとか、いろいろあって面白いんですよ。こんなの
そう、今は CPU って言いますけどね、超当時はその IC とか LSI みたいな風に、集権装置というか、トランジスタがすごく集まったのが IC で LSI とか呼ばれて、はい、それがもっと集まって、最近は CPU としか呼ばないですけども、そうですね、そうなんですよ、その集積回路のことをね LSI とかって言ってたんですけども、超 LSI とかっていう言葉は今は全然聞かないですけどね。僕も聞いたことはないですよね。そう、全部ほとんどはグリーンなんですけど、当時はそのたまにこのカラーが表示できるパソコンとかあるとね、もうあ、なんかすごい時代はもうここまで来たんだとかって当時思った記憶がありますね。なんで最初グリーンだったんですか？単色しか出せなかったんですよね。で、僕の使ってたマシンは、ここにこれだと白なんですけども、はい、わかるかな、ここね、白い画面でね、うんうん、白いバージョンと青いバージョンと緑のバージョンあって、どういう差別かわかんないんですけど、はい、僕はね、グリーンのを使ってたんですけども、うん、なかなかひどくてね、文字が少ないとね、はい、めちゃ明るいんですよ。で、文字がね、画面にいっぱいになると暗くなるんですよ。どういうことかわかりますかね？消費電力って思いましたけど。レーザーで見たら多分ね、はい、CRT なんでレーザーでこう書いてるんですけど、それがずっと調整が効かなくて、うん、文字一文字しかないと全部そこに照射しっぱなしじゃないですか。あ、で文字が増えると分散してこう照射するんで、それで暗くなってるんじゃないかなみたいな感じがするんですけど。あ、そんな形でやってたんですか？そうなんですよ。だからちょっと今で言うとね、その工業製品としてはちょっとありえない話なんですけども、当時はそれで暗くなったなと思ったら、その CRT のつまみが後ろにありまして、それですと明るくしたり暗くしたりっていうのをこう手動で調節するっていうね、今半分まあキットというかおもちゃみたいな感じですね。だからそういう新しいものにこう手を出したがる人がこうやってたっていう形ですね。まあ、当然高いんでね、僕も自分では買えなくて、うちの父がね、はい、もうこういうの好きだったんで買ってきて、まあ、自分で使うつもりだったんでしょうけど、なんか結構な時間僕が使ってたような気がしますね。まああるあるですね。そうなんですよ。まあでも父がね、将来こういうのを子供にやらしとくときっとためになるから、今のうちなんか触らしとくっていう、本当なのか、まあまあそういう理由で買ったのかは分かんないですけど、まあおかげさまで、はい、うん、こうなりました。まあめちゃめちゃ先見の明はある。そうですね、プログラムに関してはまあこれからこういう時代が来るとはずっと言ってたんで、まあまあおかげさまでですね。でこれはもう結構ね、かさばる紙物ってかさばるじゃないですか。まあこれは薄いんですけども、はい、うん、引っ越しをするたびにね、これをなんか捨てようかどうしようかと思いながら、この一冊だけはなんかね捨てちゃいけない気がして、結構珍しいんで、うん、捨てるとなんかそういう博物館とかでもあんまりないかもしれないと思って、いまだに取ってあったのが今回役に立ちました。貴重じゃないですか。普通になんかプレミアつくんじゃないですか、これかもしれないですね。だからひょっとしたらね、そのこういうコンピューター系の置いてる博物館とかそういうとこで欲しいとこがあれば、もう寄付しちゃってもいいかなって感じですね。普通にマイコン の, そのさっきの広告っていうだけでもかなり貴重だと思います。そうですね。なんかこの収録の前に軽く見ましたけど、はい、ベーシック言語のコードって僕初めて見たので、はいはい、あ、確かにベーシックって今あんまりやらないですよね。学校のプログラミング教育はベーシックでした。いや僕多分 C から。おお、すごいと思います。すごい、いいですね。実際問題ベーシックって、はい、世の中で使うことはほぼない、うんうん、ただ非常に簡単でシンプルで、その処理の流れをこう追っていける順番に逐次処理でとか、うん、あと変数の概念とかね、 あとまあ C と違って うっかり暴走したりすることが まずまずないんで。 C が僕暴走するってイメージもないんですけど。ああ、それはそうですね、しっかり教育受けた人が書くと確かに綺麗にメモリ管理もちゃんとうまくできるところはありますよね。シャバの空気が分かんない感じになってはい、の動画になるかもしれないんですけど、はいはい、僕多分一番古い、定級って言っていいのかな、うん、はいはい、の言語で触ったのってアセンブラーが多分、一番低いになるのかな。あ、まあ言語のレベルとしては一番 CP に近いところですよね、はい、アセンブラーやってたんですか？はい、なんか趣味というかやってみようかなと思って少しだけ触ってから全然むずって思ってやめてなかったんですけど、はいはい、ちなみにどの CPU のアセンブラー言語ですかね。誰なんだっけな、多分 X86? あ、だと結構メールスットが複雑なんで、まあ確かに難しいといえば難しいかもしれないですね。住野さんわかるかな、なんか CPU を作ろうとかいう、はいはい、本の中でしたっけ。あります。すごい可愛らしいなんか女の子がある表紙なんですけど、うん、あれで確か作ろうとして途中で挫折した覚えが、はい、なるほどですね。いや確かに CPU 作るのは結構ロマンで、情報工学系でも定期的になんか取り組む人とか、なんならその課題とかね、授業で取り組んでる人もいると思うんですけれども、
この当時はね、あの僕あの使ってるパソコンが MZ80 っていうやつだったんですけども、はいはい、それはあの Z80 シリーズっていうその CPU を使ってるからなんですね。うん、でこれは非常にあの電子工作の世界でも有名なあの、まあ、マイコンですかね、マイコンチップで、はい、命令設定が結構シンプルなんですよ。うんうん、なのでアセンブラ言語としても覚えることが少ないので、当時ね僕もその Z80 系のアセンブラの本をよく読んでて、結構命令設定が少ないんでね、だいたいそのなんのアセンブラのコードですかね、だって英語 C8 とかって見ると、はい、大体何書いてるか分かるレベルがそのうちになってくるんですよね。あの結構クロートはあのそのまま直接打てるというレベルの話ですね。なんかあのうちの上司から聞いた話なんですけど、はい、すっごい、まあ、ベテランの職人さんがそのソフトの部署にいて、はい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 、どうしても直らないバグがあるからその人に相談したら、はい、機械語に翻訳した後にそこから解読してやりなんか、ああそうですね、逆アセンブルも結構しやすいですね。あそれ本当なんですね。なんかあできますできます。例えばあのいや普通にその16進で書いてあるやつ見ても、はい、ここがおかしいと思ったらそこから一回あのなんだろう、メモリをずらすわけにいかないんで、そこにコードがそのまま切らなかったら、はい、そこからジャンプコマンドで他の空いてるとこまで飛ばして、はい、空いてるとこにコード変えてもう一回リターンで戻してみたいな処理はやろうと思えばできますね。あできるんだ。あの、うん、非常にシンプルな作りで、当時あの何ですかね、メモリの割り当てとかあとアロケーションとかなんだろう、レジスターとかの扱いも非常にシンプルだったんで、はい、その辺は、うん、今の新しい CPU で書かれているものとか C 言語からコンパイルされたものは多分無理ですけども、あ初めからアセンブリ言語で書かれたのは Z80 程度だったらなんとかなります。今僕今すごいの見つけちゃったんですけど、はい、これ見てください。これパンチカードじゃないですか。これあ本当だ。パンチカードリーダーと、これライターかな、インターフェースって書いて、多分パンチを開けるやつですかね。いやパンチカードの資料僕もちょっと探してたんですけど、まさかここで出てくると思わなかったですね。今この辺に多分あの下に出してると思いますけど、はい、ほら MZ 系とか当時のマイコンとかにつなぐインターフェース、あ接続ケーブル高っ。接続ケーブルがだいたい1万円前後しますね。なんでこんなに。やっぱ需要的にまあそうなんですよね、まあ、業務で使う人が多いとするとまあ納得。あそうパンチカードも当時家になぜかあって、親父が会社で使ってたの残りとこうなんかくれて、なんかね使い出がないんですよね。なんか裏紙にするにも穴が開いてて使えないし、なんか飛行機で盛ろうかなと思っても全然硬くて折れないし、なんかね、これ何に使うんだろうと思った記憶はありますね。あでかてか今思ったんですけど、あの、はい、僕パンチカードはまだ分かるんですけど、視聴者の方分かるのかなって一瞬。ああパンチカードね、また今度別のとこでパンチカードの話しましょうかね。はいそうですね、ですね、結構深い話になりそうだな気がするの。そうですね、あそうそう、さっきねあの CPU を作るっていう話あったんですけど、ちょっと話脱線したんですけど、はい、スチームって分かります、あのゲーム。あーはい分かります、はい、エンジンの、はい、あれでチューリングコンプリートっていうゲームがありまして、チューリングコンプリート、うん、それね僕もダウンロードして今から手をつけてそれも動画にしようかなと思ってたんですけど、お電子回路みたいなトランジスタみたいな低レベルのとこから、はい、まず何度回路を作って、はい、それを組み合わせて演算回路を作って、はいはいはい、最後に CPU を作って、はい、それで、まあ、自作言語を作って最後簡単なゲームを実装するとこまでやるソフトらしいんですよ。ゲームそれがゲームになってゲームになってるんですよ。これめちゃめちゃ胸熱だなと思ってダウンロードしたんですけど、はい、どうせやるならこう収録をしながら撮りたいなと思ってね、あなるほど、まだ手をつけてなくて、これはねぜひぜひ、あの僕もまだやってないんでおすすめとは言えないんですけど、多分おすすめです。多分ねあの視聴者の方でもやったことある方いるんじゃないかなと思います。やっぱりなんか難度になるんですかね。まあ難度が作れれば何でもできる、あなんか危うくダジャレになりそうだったけど、そうです難度があれば何でも大体できるって感じですね。あのオアとか、そうですね、オアとかもいろいろ作るし、まあ、難度自体がそのトランジスタ作るときにあの一番シンプルに作りやすいのかな、原理的に。その辺はねあのレオさんとか他の方の方が詳しいかもしれないですけど、難度からねそのオアとかアンドとかいろんなものが組み合わせでできちゃいますからね。僕が持っているその CPU だったか X86 のなんかちょっと凝った本だったか忘れましたけど、はいはい、最終章がその難度でテトリスを作ろうっていうの。おー昔ねそういうあの難度ゲートばっかり入った、あ、はい、そうそう昔 IC とかで足が例えば8本16本とかあって左右に8本8本あるやつで、はい、中に何が入ってるかっていうのは難度ゲートが入ってるんですよ。こことここの3本で難度、こことここの3本で難度って書いて難度ゲートがね4つぐらい入ったしあの IC みたいなやつが結構売ってたんですよね、うんはい、でそれを基盤にやってこうジャンプ配線とかで配線してあのなんだろう
ピンポンみんなポンって上がります。あのこっち側とこっち側にバーがあってこう弾が動いてやるそのゲームセンターに古いところにあったみたいな、はい、あんなのとかインベーダーゲームを作るっていうのは結構当時流行ってたみたいで、僕が小中学生の頃の近所 の, その工業大学の学生さんがよくそれで作ってて遊ばせてくれた思い出があります。だから何度があれば何でもできる。そうそう、何でもそうなんで、だからそういう低レベルなとこからやると結構面白いですよね。だから今あの情報系の人は情報系行けばまあそういうとこから習うと思うんですけど、あのパソコンとかをこの何ですかね、最新の言語から始めた人はそういうところをなかなか触れない、触る機会がないのでね、かわいそうにとは言わないですけど、そういうところをやるとね面白いのになと思うので、それこそ CP を作ってみようみたいな雑誌はとか本はね非常にいい勉強になるかなと思います。昔の言語というか、もっとあのすごい今回なっていくあのプログラム言語になればなるほど、もう今って資料が残ってないんで、はい、そうなんですよね。ちょっとしたバグとかでもこれなんでだっていうのが全く分からなかったりとかする。そういうのもあって、なんかやっぱこういう古くとは言っても古い雑誌っていうのはめちゃめちゃ貴重だし、だなと思います。そうですね。だからこの頃からやってる人はそのハードウェアのあたりから全体をこう把握してる人が結構多いんですよね。ただ今ソフトウェアって結構複雑すぎて、そこを追いかけるだけで結構手一杯だったりするじゃないですか。あ、しますね、仕事でやってると、はい、だからこういうなんかね、あの学校とか行くと網羅的にやったりするんですけど、もうちょっとそういう網羅的に学べる資料がもうちょっとあるといいのになと思いますね。ということで、僕の持ってきた起書本棚、はい、マイコンベーシックマガジン創刊前夜の別冊付録のバージョンを持ってきました。はい、ということで僕の紹介はここまでなんですけれども、この番組ゆる学徒ハウス別館ではですね、このような、面白いコンテンツをたくさん、配信しております。で、他の方のね、この記書も非常に楽しみにしてるんで、再生リストにまとめてありますので、ぜひご覧ください。はい、はい、それではありがとうございました。ごきげんよう。ごきげんよう。